皆さんこんばんは、シライムです。シライムです。今日はですね、あの大先生にいろんなことを教えてもらいたいなと思ってやっていきたいと思います。あの大先生、もう皆さんもねご存知でしょう。もしかしたら一回はやったことがあるかもしれない。そう、でーん、アキネーター先生です。いや、すっかりアキメイてまいりました。アキメイター、アキネーター、あ、僕のアツモリの話。なんと私ですね、自分が出てくるかどうかやったことあります。声優として出始めじゃないか、防衛部の後くらいかな、で見事出てきたことがあったんですよ。ただ今ですよ、今もちろんね、白井雄介を思い浮かべたらきっと出てくると思いますけれども、現状私何ですか。そう、 YouTuber でしょう。YouTuber としてアキネーター先生は認知しているのかどうか、それ以外にもね、自分のまだ見ぬ運命の相手っていうのをね、このアキネーター先生に教えてもらいたいなと思っております。まずは白井雄介が YouTuber として認知されているのかどうか。もうだってウィキペディアさんには声優 YouTuber って書かれてますからね。これを組み込んでいるのであればいけるんじゃない。行きましょう。スタート。名前は全て漢字が使われる？はい。実在する？はい。35歳以上ですか？ギリギリ。いいえ。女性？男性？音楽に関係してる？いやー、基本関係してないよね。いいえ。ドラマ出演経験がある。あるっちゃあるよね。僕声っていう実写ドラマ一応出てたから、多分そう、部分的にそうにする？はい。俳優？女優？いいえ。年齢は20代ですか？あ、戻ってきた。いいえ。お笑いタレント？いいえ。事務所に所属していますか？はい。うわっ！来た。YouTube 関係者。はい。メガネをかけていますか？多分そう、部分的にそう。ニックネーム、あー！来た！ニックネームが、力始まる？はい。アイドリッシュセブンに出てきますか？でも待って、白井雄介としては出てこないよ。え、これ、多分そう、部分的にそう。ヒプノシスマイクに関係しますか？もうこれ来たでしょ。ということは。あー！思い浮かべているのは白井雄介。来ました。ただ、声優って書かれてますから、YouTuber としての認知ではないのかな。でも YouTube 関係で入っていって進んでいったら行ったから、これどうなんでしょうね。アキネーターさん、しかも写真が古い。一番最初の宣材写真だよこれ。でもたどり着くことはできましたね。では続いてですね、僕の知ってる声優さんを思い浮かべてやってみたいと思います。皆さんも一緒に考えながらねやってみてください。みんな知ってるような人がいいよね。誰にしようかな。あの人で行こう。はい、思い浮かべました。ジャニーズ事務所所属？いいえ。名前に漢字が入っている？はい。女性？いいえ。ドラマ出演経験がありますか？声は出ているはずです。多分部分的にそこ笑いた。今んとこさっきと同じ道辿ってますけどね。はい。歌手ではないですよね。結構絞ってくるじゃないか、アキネーター。芸能人？芸能人？まあでも声優さんですから、芸能人といえば芸能人ですよね。まあ、はいでいいんですかね。M から始まる？メガネをかけていますか？はい。テレビ番組の司会？いいえ。フルネームは6文字ですか？あー、まあまあ、そうか。漫画やアニメ関係がある？それは声優さんですからね。神の名が入っていますか？え、神の字が入ってるってこと？いいえ。いや、これずるいけど、まあそうじゃないと、まあ絞れないもんね。はい。頭文字が H で始まる。はい。あー、これでもう絞れるんだ。はい。あー、来た。うわー、これいつの早見さんということで、私が思い浮かべていたのは早見翔さんでございました。もう大先輩でございます。いつもお世話になっております。声優俳優歌手登録されてるんですね。なんだ、だったら俺だって YouTuber として登録してくれよ、そろそろ。まあ、まだ駆け出しですもんね。これからだよね。これからもっと登録者数とかがね増えていけばってことよね。分かった。アキネーターを認めさせるために俺はもっと頑張る。
続いてはアキネーターさんに教えてもらおうと思って、というのは僕ね、現状ですよ、親友と呼べる人がねあんまいないんですよね。それこそ遊びにしょっちゅう行ったりとか、一人ぐらいはなんかいた方がいいのかなというか、例えば一緒にどっか遊びに行ったりとかして楽しい出来事とか、こういう出来事があったとかっていうのをラジオとか番組とかで話すことができるじゃないですか。声優の中で親友になりうる人、アキネーター先生に教えてもらうということ、つまり頭に思い浮かべないで聞いてみるっていうこと、それをやってみたいと思います。35歳以上ですか。いや、年齢はそんな関係ないと思うんで、わからない。音楽に関係してる？わからない。アーティストやってる方もいますか？あ、ここで声優ですかって出るの？はい、声優さんにします。フルネームは6文字ですか？いや、わからないです、そんなの。俺もわからないもん。ニックネームにマがつきますか？いや、わからないよ、そんなの。それ知らないもん。ニックネームにモがつきますか？いや、わからないですよ。首はついていますか？いや、はい。2012年の紅白に出場した？いや、出てないでしょ。ニックネームが赤から始まりますか？いや、ちょっとわかんないです。グループのリードボーカル？ちょっとそんな人いないんじゃないですか？あなたに話しかける？あ、話しかけてくれる人がいいから、はいにしましょうか。年齢が20歳以下である。でもそんな離れすぎちゃってると、やっぱ、ちょっとね、あんま仲良くなれない気がするから、いいえにしよう。独身？どっちでもいいなぁ。わからない。解散したことがある？声優には解散とかないもんね。誰かと付き合ったの？いや、わからないです。ちょっと待って待って。声優って俺言ったよね。あ、これ E.S. すればいいの？ E.S. すればいいの？あ、いや、続けます続けます。頼むよ、声優で頼むよ。関西出身ですか？いや、わからないです。それだって俺だってわかんない。実は女の子。違う、男の子です。二次元ですか？いや、三次元ですよ。自民党に関係しないでしょ。親族の方がいるかもわかんないけど、まあわからない。あ、ヨーヨーパフォーマーの声優どこ行ったの？ねえ、やっぱ誰か思い浮かべてないからいけないのかな。でも、なんか、たどり着きたい。ニックネームに、んがついている。いやー、ちょっとわからないですね。タオルを頭に巻いていますか？これあなたでしょう。7人組のメンバーですか？違うと思いますよ。テレビに出たこと、声は、これ出たことにはならないのかな？わからない。ゲームに関係してますか？あ、関係してますよね。声優さんだったら、だや、多分ね、ゲーム出てますよね。え、これで？荒野行動の広告の男の人。声優にたどり着かないよ。俺の親友声優でいないの？アキネーター先生。続けます。アメリカ人、まあ、日本人だよ基本ね。そうだよ、声優だよ。その質問待ってた。声優なんだって。いや、でもそろそろ来そうだよ。あだ名の頭文字は U？ いや、わからない。フリーキックの名手じゃないでしょ、声優なのに。違います、違います。ついに、あ、声優来た。どういうこと、たどり着けなかったってこと、声優には。やっぱ思い浮かべないとダメなのか、明確なビジョンがないとダメってことね。なるほど。好みの女性のタイプ、容姿だったりとかっていうのを思い浮かべるわけです。推しキャラを見つけよう。これだったら想像できるからいけるはず。職業だけじゃないから。ジャニーズ事務所所属ではありません。名前に漢字が入ってる。わからない。剣を持っていますか？いや、わからないです。持っててもいいです。ニックネームは3文字。いや、わからない。ニックネームにあがつきますか？いや、わからないです。関西出身ですか？関西弁の女子っていいよね。方言女子。僕の好みとしてはありだから、多分そう、部分的にそう。実際に存在する？いいえ。女の子。はい。犬を飼っている。犬は飼ってなくていいんじゃないですかね。いい、わからないようにしておきますか。体が黄色ですか？いや、黄色じゃないです。ニックネームは歯から始まる。いや、わかんないですね。もういった？ちょっと頼むよ。もうちょっと絞らないとダメか。続けます。実在する。実在しないです。芸能人、違います。血液型、B 型ですか？なんでもいいんだけど、イメージっていいえにしとこう。学校に通っていますか？学生じゃないくていいんじゃないかな。10巻以上漫画がある。これはその人の家にってこと？あっていいんじゃない？多分そう、部分的にそう。学校に行ってる？いや、だから行ってないです。進撃の巨人の女性兵士。ざっくりしてんな。ミカサとかそういうこと？もうワンチャンください。なんか具体的な。あ、男性じゃないです。戦う？どうする？戦わない。戦わない。音楽に隠してるかな？わからない。
箇所かもしれない。声優ではない。関西出身。あ、関西、関西出身でいきましょう。はい。ニックネーム馬がつきますか、わからない。自転車選手。いいえ。姉妹がいる。姉妹いていいんじゃないですかね。女性。はい、女性です。何これ。いいえ。全裸で登場しましたか。いいえ。学校にか、学校に通わせたがるな。学校に通ってないですよ。学校に行ってる。通ってると言ってるのは違うのか。先生ちょっとありだな。はい。日本のテレビドラマに出演してた。いいえ。実際に存在する。いいえ。あれ来た。僕の推しキャラは人気ソフトの女の子ということになりました。そうなの？そうなの？ちょっともうちょっと続けてみる。犬を飼ってる。犬は飼ってない。あ、日本人じゃなくてもいいよね。わからない。それはいい女ですか。おい、何よいきなり。はい。お母さんと同居していますか。一人暮らしの方がいいんじゃない。今回は家にしておきますか。来た。同じだ。私の推しキャラは進撃の巨人の女性兵士ということに。何しろ名もなき女性兵士ということにして、アニメを見返して推しキャラをすごい細かく見て見つけたいと思います。はい、といった感じでございましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それこそどっかテレビとかでチラッと見てうろ覚えな誰かだけど明確に頭に顔は残ってるみたいな、あれ名前なんていう人なんだろうっていう時にいいんじゃないですかね。あとはやっぱ自分が好きなものとか好きなキャラクターとか、まあこれ動物とかもいけるみたいなんでね、ぜひ皆さんもね、やったことない方はやってみてください。はい、といったところで今回はこんな感じでございました。アキネーなーって思ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。アキネーターさんに僕は YouTuber として認識されるように YouTuber としても頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。